グラスミーネ43とは、第二次世界大戦中のドイツ国防軍で使われ、玉体にガラスを使用した対人地雷である。この地雷は非金属製地雷の初期の形態を持ち、金属量をごくわずかとする設計によって、連合国軍の使用する地雷探知機で探知される可能性を少なくしていた。使用金属量を減らすことは他の用途があって、 価値の高い戦時資源の消費を抑えるという理由から有益だった。グラスミーネ43の構造図、アメリカ陸軍のマニュアルより、この地雷は直径 150mm のガラス製ボール、内蔵された作薬、そして新幹で構成されている。地雷の長部は厚さ6 4ミリメートルの薄いガラス製ディスクで覆われていた。このディスクの上部に、 厚みがあって成形されたガラス製貫圧板が配置された。個々の地雷に少量のセメントパテが用いられ、玉からだとガラス製ディスクの感激を密閉し、また地雷を防水化した。足をかけると貫圧板がガラス製ディスクを押し割り、新幹を起爆させ、地雷内部の主作薬を爆発させた。これは当時のドイツ軍で標準的に使われていた作薬、 スプレンコーパー28で、作薬量は 200g だった。ライカ管は2種類が使われた。この時代の初期型には、機械式でライカ管を用いる、ヒーブリュザンダー44新管が使われた。後期型には、主作薬に火をつける装置として、バック添加装置が使われた。バック添加装置とは、薄いアルミニウムを波状にして作った、小さい管である。 これに硫酸を詰めたガラス製アンプルを内蔵し、ナフタレンを粉末化したフラッシュパウダーで周囲を取り巻いている。この缶は約 2.3kg の圧力を受けると砕け、内蔵したアンプルが割れて酸と粉末の混合が引き起こされる。化学反応の結果はフラッシュが生まれ、主作薬の新化に転化する。1944年及び1945年、 1100万個の地雷が生産された。第二次世界大戦終結時には970万個が保管されたままとなっていた。製造にはグラスヒュッテ、ギフホルンが他の企業とともに参加していた。破片化したガラスは容易に X 線で見つからないため、従来型の地雷よりも被害者の治療が困難となった。また、ガラスは感染の危険性を高めた。さらに、 地質的な傷の評価がより難しくなった。この形式の地雷はアイフェル国立公園の敷地内にあるホーゲルザンク軍事訓練区域に未だに埋設されたままである。ここは以前、ナチ指導者訓練センターが置かれていた。この形式の地雷が付設された区域の除去作業には、労力を集中する。原野を手作業やカイラーのようなフレール式地雷除去装置で移掃する。 必要がある。ただし、校舎は、地雷、腹の警戒という、異なる、戦術的な用途のために開発されたため、ある程度のエラーがある。2004年の時点で、コロンビアのゲリラたちにより、この形式の手製地雷が導入されている。 ABCD Office of the Chief of Ordnance Catalogue of Enemy Ordnance Material 億九四億六千四百六十万千六百四十九 HTTP Archive ORG Details カッタラゴフェナミアドネン e Material HAT AB United States 王 of Office German Explosive ジャ d マン n c e Department of the Army Technical Manual TM 9から1985から2、ワシントン、ユナイテッド・ステイツ・ガバメント・プリンティング・オフィス、P275、奥区7億1375万5660、ファンクショニング、アセンブリーピクチャーズ・オブ・グラス・ミナン、ハット・ノーマン・ヤング・ブラッド、ザ・デベロップメント・オブ・マイン・オーフェア、エーモースト・マーダース・アンド・バーバラス・コンダクト、グリーンウッド・パブリッシング・グループ、ピアニッシモ、115、 isbn 九七八ゼロ二七五九八四一九九 https コロンスラッシュスラッシュブックスグーグルドットコムスラッシュブックス id イコールはトックス枠 gc＆ ピコグラムイコール pa 百十五ハットジャーマンエクスプローシブオードネンスデパートメントオブザアーアミーテクニカルマニュアル tm 九から千九百八十五からにワシントン。 U.S. ガバメントプリンティングオフィス P308TME30 から451ハンドブックオンジャーマンミリタリーホーセスハットディーターウルフアムランデでナショナルパークスアイフェル5エイプリル2009インドイッチランドファンクリリーブドオン8セプテンバー2013パーシネンマナンリリーブド21ノーベンバー2012ありがとうございます